聖堂の騎士の像、聖堂の騎士は、ロシアの文学者、アレクサンドル・プーシキンが1833年に書いた長編女子詩。サンクトペテルブルクのネバ川砂岩に立つピョートル大帝の騎馬像に題材を取ったもの。この詩が有名になったため、騎馬像も聖堂の騎士と呼ばれている。サンクトペテルブルク詩を創建したピョートル大帝の騎馬像は、エカチェリーナ二世の命で作られ、 1782年に完成した。プーシキンはそれを題材にした、この女ジ誌ジで厳しくも美しいロシアの自然、それを克服しようとする英雄、そこで暮らす人たちの愛を描いており、ロシアの詩の原点として多くの人たちから愛されている。全体は3つの部分、序章、第1部、第2部からなっている。序章では、まず1703年に、ピョートル大帝が、 ネバ川のほとりに立ち、都市の建設を決意することを述べ、次に、作者自身の第一認証で、と述べる箇所は、ロシア人及び、ロシア語の諸学者が一度は皆暗唱しようと、試みるような、有名な下りである。第一部は、嵐の中を流れるネバ川の描写で始まり、そこで暮らすエブゲーニーと、彼が愛するパラー社の話に移り、彼は眠りに落ち、夢の中でネバ川の洪水に遭う。 第2部でエブゲーニーはパラー社の家を探すが、それは破壊されている。彼は気が違って街をさまよう。そしてピョートロ大帝の像を乗ろうと、その像は急に行き返り、エブゲーニーを追う。そしてある死体がネバ川で間もなく発見される。ありがとうございます。